アットとキッシーの今日何日の。皆さんこんにちは、田中亜子です。岸本よしこです。テーマはアウター。本格的な冬が来る前によく着る軽めのアウターです。めっちゃ持ってんのに何枚も買うてまうっていうやつですよね。まさにそれ、まさにそれ。私もまさにトレンチは持ってても買っちゃうやつです。結構トレンチ多いっす。岸は？私は、まあ、MA1 とかちょっとスポーティーなアウターを紹介できたらなと思っています。私はですね、このトレンチコートは不思議なところにボタンがついて、こうなんか不思議な感じ、レムナ・バザリアのバレンシアガなんですけど、これをちょっとね、不思議なところについてるんですけど、これをピュッて外すとこうシンプルなトレンチに早変わり。へえ、かわいい。そのトレンチめっちゃ買っちゃうんですよ。なんかすごい、私もトレンチ持ってなくって、めっちゃ憧れてるんですけど、なんか何から買っていいか分からなくて、ちょっと教えていただきたいなと今日は。ケープ、あとこれは本当にちょっと浅い色のね、色違いの。なんかいろいろ持ってるんだけど買っちゃうんですけど、でもね、全部形が違うんですよ。これ、さっきのマントでこれケープね、軽いね。あと、もうこれ、これ。2013年、覚えてる？これね、アンダーカバーがなんか2013年の秋冬だっけな、結構重ねて重ねてコレクションを出した時のトレンチコートで、これ見たもう瞬間に絶対やれ、もう絶対やれ、あれ手に入れな死ぬと思って、そこを手に入れたやつです。え、キッシーは今日はどういうものを見せてくれるんですか？今日は、うん、まあ、軽めのアウターはアウターなんですけど、うん、ちょっとこれは？これは、うん、バレンシアガのやつで、ちょっとこう、ちょっと大きいサイズで、で、これ裏表切れるやつやん。そうなんですよ、リバーシブルになってて、シャレやん、シャレ。こういう感じで、はいはいはい、かわいい。なんか色美味しいっていうジャケット。全然イメージ違うね。そうなんですよ。なんかこういうのをよくちょっとワンピース、ちょっとドレスアップのワンピースにさらっと着て、でご存知、私手ぶらなことが多いので、こういうちょっとポッケがいっぱいあるジャケットに携帯や財布やら入れて手ぶらで行って、でレストランズが預けてもうドレスっていうような感じにしたいので、それでなんかだいたいこういうちょっとファンクショナルな。スポーツアイテム風ネスにしてます。なるほどね。私のトレンチのポイントは、まあ、トレンチコートなのでフレンチカジュアル的な方向に持っていくのがすごい好きで、なので水玉は結構鉄板。なんかトレンチに水玉、あー、なるほど。トレンチにこう水玉みたいなのを合わせたがる人。中どうなっていいかいつも分からなかったけど、例えばパーティーの時にさ、中に黒いね、ボディースーツみたいなの着て、これ着て、切ってこれ羽織って行くみたいな感じとか、割となんかクラシックな、ちょっと正統派なフレンチカジュアルな方向に持ってって、まあ、今日はちょっとね、赤を基調にスタイルしたんですけど、例えばこういうバッグ合わせて、リップも赤にしました。ピアスも赤で。あ、そう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 。ね、これ GVGV かな。あ、そうなんですね。うん、かわいい。そうなんです。これは結構オーバーサイズものなんですけど、これとかはね、割とピタッと、なんかまるでドレスのような感じのトレンチとして着るとかわいいかなっていう。それは、竹さん、じゃあ下どういうの時にこれは着られる感じですか？ちょっとスタイリングしてみたいと思います。じゃあそろそろ着てみましょう。お願いします。お着替え中ということで、この
間にあの私のアイテムをちょっと説明しちゃいます。まずこちらなんですけれども、これはアクネの、ジャンパーです。まあ、さっき言ったバレンシアガとそんなに変わらないんですけれども、まあ、あの黒っていうこともあって暮らしやすいのではないかな。ちょっと大きめちょっと軽い、まあ、この辺何でも合わせやすいおすすめのジャンパー。今日紹介したのがこちら、これすごく良くて、これ M レアーンとちょっとスティーコートっぽいのをミックスした境のを作ってるんですけれども、こんな感じです。着替えの大変かわいい、めっちゃかわいい、こんな感じになったっすよ。なんかね、久しぶりに来た、思い出しました。こう着られてる姿を見たダフさんがあの、ね、着てらっしゃる時を。これなんかやっぱトレンチコートなんだが、ほとんどなんかドレスコート的な感じ、かわいい。そうそうそう、なんでしかもさ、ほらなんか結構ミニスカートやんっていうこの長さ、わりかしこうね、もう今大丈夫これその長さでっていうような長さなんですけど、なんとなくやっぱりこう正統派のチェックを合わせたりこうしたくなるんですよね。これまたワンピースですか？中はね、そうこういうグリッドスタイルを、そうこういうやつ。あ、かわいい。でこれほら、なんかここもさ、ライニングもチェックなので、なんかこういうので、ワンピは本当それも前のセリーヌ多いんだよね。セリーヌ多いんだよ。それでなんかこういうちょっとバンブーバッグ的なミニとかもちょっとして、なるほど、ですかね。かわいい。まあ、トレンチって言ってもね、いろいろ本当長さとかこう私の場合はあって、でなんかいろいろ説明はもうされてたんですか？そうですね。もうアコさんが着替えてらっしゃる間にちょっといろいろ紹介させてもらいました。本当、私あのなんか唇側のあれすっごい気になるんだけど。フロンピースなんですけど、うん、サンローランのこれ。かわいいよね。それにあのこういうスポーティーなパスク着て、ね、っていうのをちょっと、はい、まあ、これトレンチでも合いそう。
あ、そうですね、さっきのあこさんの水玉のやつの、うん、そうそういうイメージにもなりそうですね。そういう感じですかね。ここはそれで前回に続き九段ハウスで、そうですね、九段ハウス素敵な場所で今回も撮影しました。ファッションって本当にいいものですね。ですね。また次回 YouTube でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。さよなら。バイビーバイビーチャンネル登録お願いします。お願いします。 Yes。